チノパンやデニム、ハーフパンツでもいいんですけども、大人の休日に今日はね、もう少しアクティブな装いをするときにおすすめしたいパンツを使った履きこなし、まあコーディネートを紹介していこうかなと思います。オクテットチャンネル、オクテットメンズファッションチャンネルのムンです。はい、というわけで今日も、ムンジをやっていこうかなと思います。毎週テーマを設けてお話ししています。今日の、まあ、テーマはこのヘルノの、カーゴパンツを使ったスタイリングっていうのを紹介しようかなと思っています。僕が割とするスタイルで、まあラグスポとかってよく言う、ちょっとこうスポーツ感のありつつも、まあ上品なねテイストをちょっとずつこう入れ込んだりした、ちょっとこう大人のスポーツアクティブなスタイルみたいなところも僕はすごく大好きで、でまあ皆さんにもおすすめしたいんですよね。コーディネートの前にこのパンツね、さらっとだけおさらいしておくと、まあ最近は特に春夏はヘルのこういうシャカシャカ系のパンツ人気なんですけど、まあそのカーゴバージョンって感じですね。で今日はこのブラックと、あとあのヘルノらしいアイスグレーって色もご用意しているので、ちょっとねそれを履いていこうかなと思うんですが、あの僕がねおすすめする理由いくつかあって、さらっとして気持ちがいいっていうところ、シンプルに夏だけども、まあそこまでね暑苦しくなく、まあ若干こうハーフパンツに比べたらそりゃこっちの方が少し蒸れるかもしれないんですけども、ただまあめちゃくちゃこうナイロンのちょっと地厚のものに比べたらすごい快適に過ごせるっていうところで、あとはまあ今の時期も予測できない感じで雨とか降ったりするんですけど、まあそういうのもあの弾いてくれるんで、そこも心配なし。そしてスポーツブランドほどまあシャカシャカ感がないんですけども、けどねあの普通のこうチノとかデニムだけ選べるとやっぱりちょっとこうスポーティーな感じもするので、そこも含めていいかなと思います。はい、あとは僕でも XS を履けて L で履いてもなんかいけるみたいな、そんな感じなんですね。まあ、シルエット的には若干こう腰回りに気持ちゆとりがあって、そこからこう絞りが効いてるっていうシルエットなんですけれども、どれくらいのシルエットが合うかなっていうところも含めてなんかこう選んでほしいなと思います。というわけで早速ね、まあスタイル1という感じでこの黒のねカーゴなんですけど、まずはシンプルにちょっと緩めの今人気の T シャツと合わせてほしいです。タトラスのまあこのねちょっとボックスタイプの、はい、エッセンシャルシリーズですねと合わせました。まあちゃんとこれも僕ねあのサイズ落とさずに03を着ていて、まあ程よいこの身幅の緩さと、まあちょっとルーズな感じがあるかなと思います。こういったような少し緩めの感じにやっぱり入れてあげるとすごくいいかなと思います。まあ一昔前だったらね、このくらいのちょっと細めのパンツにやっぱり T シャツも細いっていうのが主流だったと思いますし、まあ、僕自身もよくやってたんですけども、まあ夏にね大人が今こう一着でこのスタイルだけで成り立たせるには、少し T シャツこれくらいの緩めのものをシンプルに入れてあげるっていうのがまずはよろしいかなと思います。次もね T シャツのパターンですね。パンツと、靴は全然同じなんですけれども、まず T シャツね、カネルのイソルデっていうアイテムに変えています。これは緩さはありつつも、もう少しねこうドレス感というかきれいめ感をこう足したような、そんな T シャツになってます。まあ、これもね僕は今日はちゃんと L サイズで着ております。結構なんか緩いのも肌にあんまり当たらないから結構こっちの方が快適だなと思ったりもしてます。でちょっとね艶足しアイテムを2つほど足しまして、サングラス、それからバッグ、これは D スクエアドのアイテムです。モノトーンベースだったりとか、シンプルなスタイルの時にこういうちょっとねあの遊びのあるようなカバンとか入れてあげるとすごいかっこいいと思うので、ワンポイントっぽい使い方がいいと思います。まあこれだったらねあの別にシチュエーションは問わずどこでも行けるんじゃないかなって正直思っちゃいます。まあ、ジムでもいいし、別にこのままカフェに行こうがちょっと遊びに行こうが、まあ、何でも OK だと思ってます。というわけで、次こんな感じでアイスグレーですね。夏なんでねこの色もすごくいいなと思いますし、ポイントは最初にお話した通りでサイズ感なんですよね。僕みたいにジャストは M だけども L を履いてみる、こんな感じもありだと思います。形がもう全然綺麗だし、なんか多少緩く履いてももう成り立っちゃうシルエットしてるんで、もう全然問題ないと思います。あとまあ今の時代的にもこれぐらいの緩さなんてもう全然緩いうちにもしかしたら入らないぐらい、うん、それぐらいかなとも思うので、まあ、僕はせいぜいワンサイズ上げて L ぐらいですけれども、まあ普段 S の人が L 履いちゃうのも、まあ、ウエストの問題がちょっとあるかもしれないですけどね、一応ゴムなんで、まあそんな感じでちょっと遊んでみるのもねあの正直いいんじゃないかなと、このパンツに関しては全然思います。で、トップスはもうすごくシンプルに、ヘルノの同じく、ポロシャツを合わせました。で一応今ね48を着てるんですけれども、個人的には、もう少し
ちょっと緩くなってほしかったです。はい、まあ、でもちょっと48以上のものがご用意できなかったんで、まあこれを着てるんですけど、本当だったら僕はちょっと50とか着て、もうちょっとこう、まあ、肩落ちるまでいかないですけど、少しこう緩めな感じっていうのがあったら、まあなおおしゃれだったかなと思いますね。で、靴はあのちょっとその感じも相まって、まあ艶足しとくかっていう感じで、ヘルノのスリッポンを合わせました。でこういうスリッポンタイプとかまで持っていくと、ドレス感というか、まあ綺麗な感じがね、艶足しできるんじゃないかなと思います。靴結構大事かなと思います。最後こんな感じです。はい、同じく、まあ、パンツは変わってませんけれども、ロンティーを合わせました。ヘルノのねロンティーになってます。すごくこう薄いタイプで、まあ、あの夏に着る分にはもう全然 OK だと思います。で、まあ、ポイントは色ですね、このピンク、すごくいい色だと思うし、まあ、ちょっとこう全体的に淡い感じの色合わせになりましたね。はい、まあ、スニーカーなんかも僕はちょっと色合わせ的な感じで、グレーで、まあ、まとめちゃってます。で、まあ、ちょっとポイントとしてはこういう感じで、フリージのスマホポーチとかちょっと、まあ、ぶら下げて、少し、まあ、ポイントとしてアクセントとして足すっていうところと、まあ、あとはね普通に実用的な部分でもっていうところで、まあ、休日プラッと歩く時とかにも、こんな感じの、まあ、気持ちアクティブが入ってるっていうね、それぐらいのスタイルはありじゃないかなと思っています。なんかこうキャップとかかぶってあげたりとか、まあ、もちろんサングラスとかね、かけたりとかするのも全然 OK だと思いますし、まあ、そういう風にしてねちょっとこう、まあ、これはもしかしたらね、場合によってはストリートっぽさも若干あるかもしれないんですけども、まあそんな感じのねスタイルっていうのも一ついいんじゃないかなと思います。今日はこんな感じで、まあヘルノのねこのカーゴパンツについて深掘りしつつね、スタイルっていうのをいくつかご紹介しました。まあ夏なので皆さん多分ハーフパンツ履いてると思いますし、ちょっとね生地感が薄いチノパンとか履いてると思うんですけども、まあこういうちょっとアクティブなパンツってのもすごく今の時期は活用しがいがあります。特にこのカーゴなんかはパンツのディティールもしっかりしてるんで、割とねシンプルなスタイルでも映えます。ぜひねそういったアイテムに対してちょっと有名のカットソーとかポロシャツとかのねスタイリングっていうのはすごく簡単で決まりやすいので、やってみてほしいなと思います。かなり快適ですし、おすすめです。というわけでね、僕たちのチャンネルはこんな感じで毎日8時動画を更新してますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。あとはコメントも待ってます。お願いします。というわけでムンでした。バイバイ。